はい、こちら、みなべ町の酒井港、つったろの、店が、これがそうですね、この白い屋根のやつが、うちの店です。この目の前に、広がる酒井港となります。こちらの酒井港も、基本的には、砂地に岩礁帯が混じっているような場所で、この外向きもいいんですけれども、基本的にこの中で結構大きいキスも釣れます。で、魚種も多彩で、キスの他に、マゴチとか、コロダイなんかも、このワンコ、港の中でよく釣れますのでいいと思います。で、このオキムギなんですけど、このオキムギも、この見ての通り磯とか、藻が生えているところはだいたい磯があるところなんで、こういった風にありますんで、その、磯のない砂地のところを狙ってもらうと、キスも釣れます。で、基本的にはこういった、船がよくこの通る三尾筋ですね、ここに氷を船に乗せるところがあるので、だいたいこの大きい船なんかは、出船する沖に行く前にここに船を止めて氷を積んでからこう外へ出ていくので、ここら辺がよく惚れ込んでますね。で、こちらの方にも船たくさん止まってますんで、この奥へ行く、経路が、三尾筋になりますんで、ここの小さい防波堤から、こう四方八方にこう狙ってもらうのもよしですし、こちらの高い堤防からも行けます。この中からも行けますし、この大きい長い堤防からも狙えます。ここら辺周りは、結構船たくさん止まっているので、ロープなどに引っかかりやすいので、やってもらうならこの防波堤の、船の止まってないところから投げてもらうと、キスもよく釣れます。これが、みなべの酒井港です。